吉野さん、新聞にね、こう出てるんですよ。ここに、あ、うちの子が出てるんですけども、まあこの何ですか、無料新聞、ミニコミ紙みたいなやつね。まあなんといってもあちこちに出かけていかないと、知られてなければ商売にならないですからね。でもなぜかね、その知られてないのに、なんかいろいろ気にする方がいるんですよね。まあこれ前も話しましたけども。だからやっぱ多くの方は、勘違いをしてるんだろうなと、思い込んでるんだろうなと思いますよね。だそのまず思い込みを抜けて、まあ本当心をニュートラルにしないとビジネスは始まらないかなと思いますし、あ、それにしてもさっきの車のコンコンすごいですね。やっぱあのくらい営業していかないといけないと思いますし、まあ、私が聞いたところによるとね、車のカーディーラーの方っていうのはその地域の、例えばトヨタだったらトヨタの、もうお客さんがいるわけですよね。でお客さんじゃなくてもトヨタの中古車を持ってる方を足で探して、買い替えの予定はないですかっていうふうに、その車庫にあるその中古車の系列の新車とかを勧めるらしいんですよね。まあ、考えてみれば当然の話ですよね。だからマーク2とか気に入って乗ってた人がいたら、あの新マーク2とかをね、やっぱ勧めればそれ悪い気持ちもしないしっていうところなんでしょう。であまりにもオンボロの車を乗ってる人とかはもう行かないみたいですけどね。でもそこでも行く人もいるみたいですよ。これを機会にちょっと新しくしましょうかみたいなね、そうだな、あと10年も買い替えてないからなっていう人もいるみたいなんですよね。そんな人もイルミナティ、行ってらっしゃい。